ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。心霊好きだからホラー映画を見たい私と、ホラー映画見ると寝れなくなるから見たくない私が勝負した結果、昨日はホラー見たいが勝ちました。おう、わかりやすく寝不足って顔してるもんな。心霊系の話題は好きだが、映像にされると聞きすぎるってこと結構あるよな。そんな霊夢のために今日は日本史上最強の怨霊を6選紹介するぜ。知識として聞けば好奇心も満たされて安眠できること間違いなし。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1. 冤罪自害の恨みで生まれた日本初の怨霊？長屋王。トップバッターは長屋王だ。長屋王は天武天皇の孫にあたる人物で、奈良時代前期に皇族勢力の巨頭として政界の重鎮となった人なんだ。しかし、彼は日本史上初の怨霊となってしまったんだぜ。今のところ人生イージーモードそうだけど？まず彼は父方の祖母の位が低かったために後継者争いとは無縁の人生を歩んではいたんだが、父母ともに皇族の血を引いていたために皇位に就く資格は十分すぎるほどに持っていたんだ。なるほど、一歩間違えば天皇だった人ね。加えて長屋王自身が非常に優秀な人物だったため、早い段階で時の権力者だった藤原の鎌足りの次男藤原の不人に次ぐポジションにまで出世していたんだよ。しかも不人の死後、長屋王は左大臣に昇進し、不人のポジションを引き継ぐほどの権力を持つようになっていったんだぜ。いや、すごすぎない？実力で大出世しとるやんけ。しかしこれをよく思わなかったのが不人の息子たち、藤原四兄弟なんだ。実は長屋王の左大臣昇進と同時に聖武天皇が即位したんだが、これにより朝廷は藤原勢力と反藤原勢力で対立していてな。長屋王は後者だった上、藤原勢力を脅かす権力を持っていたために目の敵にされていたんだ。そして、決定的な亀裂を生む紳士事件が起きてしまったぜ。津波事件勃発？確かに津波と読めなくもないけどな。この紳士事件は聖武天皇の母、すなわち藤原の不人の娘の尊称をどうするかで揉めた事件なんだ。尊称というのは特定個人の徳を称えたり敬意を表すためにつけるもので、つける名によって相手の地位を高くも低くもできるものなんだ。さん呼びするか様呼びするかで変わるのと一緒よね。まあそんな感じだ。この事件では彼女の権威を上げたいという利害が一致していた天皇と藤原氏が裏で結託し、大夫人と呼ぶように勅令を出したんだ。しかしそれを見透かした長屋王は、天皇の生母は皇太夫人でなければならないという公式令を上げ、これに反論。公式令で定められてる以上天皇も逆らうことはできず勅令を撤回したぜ。バッチバチにやり合っとる。すると公の場で敗北し勢力拡大の出花をくじかれた藤原氏は、とうとう長屋王の抹殺に乗り出したんだ。そして729年、聖武天皇の元に長屋王が謀反を考えてるとする密告が届いたぜ。これは藤原氏によるデマだったんだが、1年前に聖武天皇の息子が亡くなったことも、長屋王の呪詛のせいだと付け加えられたことにより聖武天皇はこれを信じてしまったんだ。藤原氏は道徳学んでくれんか？これにより長屋王は無実の罪を認め自害しろと迫られることとなったぜ。当然長屋王はこの事件が藤原氏の陰謀であるものと感づいてはいたものの、打つ手はなく、最終的に長屋王含む将全員が首をくくって自害したんだ。ひぃぃ、こんなん怨霊にならないわけがない。そうなんだよな。長屋王の死後、邪魔者を見事消すことに成功した藤原四兄弟は、自分たちの妹を皇后に立てて藤原氏氏政権を樹立したぜ。しかしその映画は長くは続かず、737年に4人揃って天然痘により命を落としたんだ。え？ 4 人揃って？これってもしかして？ああ、人々はこの立て続けの死をたたりではないかと噂し、長屋王を日本史上初の怨霊として恐れるようになったんだ。その証拠に長屋王の維持には不定期に異界の授与が行われており、さらに天皇が神仏に祈りを捧げたことも記録に残っているんだ。へえ、自業自得とはいえ怖すぎる。また長屋王のたたりは今なお残っていると言われており、彼の屋敷跡の上に建てられた店は立て続けに閉店しているんだ。地元の人からは長屋王の呪いであると噂され、今なお彼の怨霊は消えていないのだと噂されているぜ。お願いだから現代まで残らないでください。2. 生前も死後もど派手に大暴れ？後醍醐天皇。お次は後醍醐天皇を紹介するぜ。頃の良さから忘れられない天皇ナンバーワンの後醍醐天皇は、武士から実権を取り戻し神聖を行うことを目標として鎌倉幕府打倒を計画、実行した行動派な天皇だぜ。頃の良さが前に出がちだけどやったことすごいのよね。ただ彼は人の上に立つことに驚くほど向いてなくてな。自分の血筋で行為の独占をした上、鎌倉幕府の法律や武士の慣例を廃止して新制度を作るなど、トンチンカンなことばかりしたために武士どころか公家からも総視観されたんだ。地位を得た途端にダメになるタイプだった。その後鎌倉幕府復興を目指す北条氏と争いになったが、
これを倒幕の際に大貢献した足利尊氏が天皇から命令が出される前に、出陣討伐し独自に部下へ恩賞を与えたんだ。すると後醍醐天皇はメンツ丸つぶれだとして激怒、なんと新田義貞に尊氏の討伐を命じたぜ。じゃち暴落村出身なんか？これまで重要視聴愛していたにもかかわらずとんでもない仕打ちだぜ。その上戦況が悪くなると三種の神器を渡して尊氏と和睦したものの、新天皇即位後に突如、神器は偽物、自分は大してないし新たな天皇なんて認めない、と主張して吉野に朝廷を開いたんだ。クソガキコラー。こうして時代は南北朝時代に突入し、後醍醐天皇は息子らを使って北朝と争い始めたぜ。しかしトンチンカン政治の実績に加え足利氏への実質的敗北も相まって劣勢は続き、とうとう権力回復も京都への帰還も叶うことなく足利尊氏が征夷大将軍となった翌年に崩御したぜ。暴れるだけ暴れたのに得たものはなかったのね。ああ、トップに立つことを夢見た彼は一地方政権の主として悔しさを膨らませなくなったんだ。その恨みは凄まじく、彼は左手に法華経、右手に剣を持った状態で座ったまま亡くなったとされており、死に際に、とにかく徹底抗戦せよ、命に背くなら子孫とも信徒も認めない、といった内容の言葉を残したと言われているぜ。ひぃー、執着心やばすぎる。これ以降、後醍醐天皇が怨霊となって暴れているといった話が次々と出てくるぜ。まず彼の崩御時には車輪のようなものが都に向かって毎晩光りながら飛んでいったとされているんだ。しかもその後都では疫病が蔓延し、足利忠義もこれに倒れているぜ。ひぃー、怨霊からダイレクトアタック受けてる。さらに後醍醐天皇の怨霊はかつての忠臣を鬼女に化けさせ、大森森長の所持する妖刀を奪うように命じたという話もあるぜ。このように後醍醐天皇は生前の執着心の凄まじさから、かなり厄介かつ恐ろしい怨霊になったと考えられているんだ。霊体になったことで無敵になってるのよ。しかも恨みの対象となった足利尊氏は、実は日本史上でも屈指のメンタル弱男だったんだよな。そもそも好きで後醍醐天皇と対立したわけではなかったのに、あんな最後の言葉を残された上に怨霊化されて忠義が病に倒れてしまってさあ大変。メンタル休暇後の尊氏は、後醍醐天皇の霊を慰めるべく神事業を行ってまで天龍寺を造営したぜ。尊氏さんの胃が心配でしかない。これにより後醍醐天皇の怨霊も静まったとされているが、南北朝の動乱はその後も続き尊氏は忠義や息子を殺害するなど、決して穏やかとは言えない余生を送ったぜ。その後も足利の治世の安寧は長くは続かず、これらもまた後醍醐天皇の怨霊のせいではないかと言われているな。へえ、まさに怨霊って感じだわ。生前の彼のパワーが恨みでさらに増幅されてると思うと、現代では収まってるのが不思議なくらいだぜ。にしてもやりたい放題の挙句怨霊化とは、厄介にも程があるな。3、鎮魂儀式すらも跳ねのける恨み？佐原親王。お次は佐原親王を紹介するぜ。佐原親王は後任天皇の王子で、桓武天皇の弟でもある人物だ。母方が下級貴族だったために立体視しておらず、出家して東大寺を開山した人物の後継を務めるほどの高僧にまで上り詰めていたんだぜ。はい？政治とは離れた人生を送ってたのね。ただ兄だった桓武天皇が即位した際に父によって原則立体視させられたことで、政治の世界に入ることとなったがな。その後佐原親王は藤原種次を最高責任者とする長岡京の造営に参加することを命じられたんだが、これが彼の人生を変えてしまったぜ。一体何が？なんと長岡京遷都の翌年、藤原種次が何者かに暗殺されたんだよ。そしてこの首謀者として捕らえられたのが佐原親王だぜ。天皇の弟なのに？もともと長岡京遷都は仏教と政治を引き離す目的で行われたものでな。佐原親王は先ほども言ったようにかつて出家しており東大寺との関わりも深かったため、仏教を排除しようとする今回の遷都に反感を持っていたに違いないと判断されたんだよ。決めつけにも程がある。当然佐原親王は無罪を主張していたぜ。だが聞き入れられることなく廃位されお得に寺に幽閉された後、淡路への島流しが決定したんだ。その後佐原親王は淡路にたどり着く前に餓死したが、これが彼の抗議による絶食で起きたものなのか、桓武天皇が直接手を出さずに処刑した結果なのかは定かではないぜ。抗議からの餓死だったら切なすぎるよ。しかも結局、この事件については佐原親王が犯人なのかどうかは分かっていないんだよな。還俗後も佐原親王が東大寺と関わっていてなら仏教界の最高位にいたことは確かだが、桓武天皇が佐原親王を罪に問うことで仏教界に対して牽制と統制を行いたかったのもまた事実。冤罪説も事実説も否定はできないぜ。冤罪だったらエグすぎない？正直冤罪説の方が有力なんじゃないかと思ってしまうけどな。なんせ佐原親王の死後、
桓武天皇の周りでは彼の怨霊によるたたりとしか思えないような出来事が次々と起こったんだ。彼の側室、娘、母親、皇后が次々と病死していき、沢良親王に代わって皇太子となった息子も原因不明の病に侵されたぜ。ひぃー、怨霊か確定でしょ。加えて長岡京は激しい雷や豪雨に見舞われ疫病が大流行し、九州の霧島山の噴火や度重なる地震や日照り、洪水による飢餓が発生したんだよ。しかも陰陽師の占いによりこれらが沢良親王の陰陽によるものだと判断され、墓を建てるなどの鎮魂の儀式が行われてもなお、これらのたたりは収まらなかったんだ。恨みが天元突破しちゃってるよ。冤罪でなければこれほど強い恨みを持って陰陽化することはないんじゃないかと思ってしまうんだよな。結局何をしても災難は収まらず、桓武天皇は長岡京を離れることにしたとされているんだ。つまり平安京遷都には沢良親王のたたりから逃れる目的もあったということだな。怨霊のたたりで歴史的遷都生まれちゃったよ。その後桓武天皇は沢良親王に須藤天皇という名を送り神として祀るなどして鎮魂を続けたが、呪いはなかなか収まらなかったようだな。そのため京都にある寺院には怨霊を鎮める目的を持った者が多く、平安京の名前にも平和と安寧の願いが込められているんだぜ。歴史に爪痕残しまくりって、怨霊怖すぎるでしょ。4. 近代でもたたりを起こしてる現役怨霊？平将門。お次は平将門を紹介するぜ。平将門は桓武天皇の血を引く関東の豪族だった人物だ。一時は関白だった藤原の忠平の家臣として仕えたが、低い官位に泊まった上父の創生により早々に実家に帰ることとなったぜ。思い通りには行ってない人生ね。しかも故郷に帰った後、彼は親族争いに巻き込まれてしまってな。父の領地は叔父に横領され、妻に望んだ娘らもまた皆叔父と結婚していたんだ。この三人は国司源の守の娘で、叔父たちは国司と結びつくことで将門の邪魔をしようとしたわけだな。叔父たちの性格が悪すぎる。こうした親族間のいざこざは徐々に膨れ上がっていったが、将門は前世で農民らを味方につけていったぜ。それを邪魔に思った叔父たちはとうとう将門の抹殺を企てるが、幾度となく返り討ちにし、最終的に叔父を亡き者にして名声を上げたぜ。ふわー、優秀すぎる。武勇も頭脳も統治力も人柄もずば抜けていたぜ。ただその正義感と人柄が朝廷との対立を生み、クーデター事件である平将門の乱が起きてしまうんだ。当時朝廷の要職は藤原氏に独占されており、民衆は朝廷に派遣された国司からの重税や労役に苦しんでいたんだ。そんな民衆の味方をして日立国司と対立した藤原の春秋を将門はかくまい、国司との全面戦争を行ったんだぜ。でもそんなことしたら負けて処刑ルートじゃ。それがな、平将門は国司相手に次から次へと大勝を収めていったんだよ。元より優秀な人物だった上に、腐り切った朝廷とは比べ物にならない前世で、民衆らの支持を集めていたことでついには関東全域を平定してしまったぜ。ガチで主人公すぎる。民衆からすればまさしく彼は関東の英雄だったぜ。だが求められるがまま戦い続け、自分を親王と名乗るに至ってしまったのが良くなかった。これまではあくまで国司勢力 VS 平将門勢力だった戦いが、とうとう同じ国に二人の天皇を認めることはできないとした朝廷勢力 VS 平将門勢力となってしまったんだ。うわぁ、これはさすがに相手が悪すぎる。それでも善戦してはいたんだが、不運なことに940年に額に矢を受けて戦死してしまったぜ。その後首を跳ねられ日本史上初の晒し首にすべく京に運ばれたんだが、ここから彼の怨霊伝説が始まるんだ。まず彼の生首は何ヶ月経っても目を見開いたまま腐らず、夜な夜な歯ぎしりをしたとされているんだ。加えてある日、体を求めて生首が叫びながら空を飛んだが、力尽きて現在の東京都大手町に落ちたと言われているぜ。この場所に彼のたたりを恐れ立てられた首塚が存在しているんだ。へえ、怖すぎる。さらに14世紀初頭にはこの首塚周辺で疫病の流行や天変地異が起きたことから、近くの神田明神に神として祀られることになったぜ。その後は彼の怒りも収まりたたりはなくなったと思われたんだが、実は近代でも平将門の怨霊のたたりと思われる出来事が起きているんだ。もう数千年経ってるのに？ああ、実は関東大震災の際に首塚は一度倒壊していてな。そこに全焼した大蔵省庁舎の仮庁舎を建設することになったんだよ。ところがその後当時の大蔵大臣をはじめとした大蔵省関係者工事関係者が相次いで14人死亡し、病人や怪我人も続出したことから仮庁舎を取り壊す騒ぎになったんだ。ひぃー、確実にたたりじゃないの。
また戦後に米軍が首塚の取り壊しを行った際にも重機が横転し運転手が死亡、高度経済成長期に首塚の一部が売却され日本長期信用銀行が建った際にも首塚に面した公園が次々病気になっているぜ。この他にも何度か首塚の移転や取り壊しが計画されているが、いずれも関係者への悪影響が大きく頓挫しているんだ。いやー、まさかどさんはまだいるんだわ。そのため現代でもたたりと思われるような騒ぎが起きるたび、不定期に平野正門の鎮魂儀式が行われているぜ。正義感から始まり権力の頂点をも見据えた優秀な豪族、果たして今何を思って怨霊のまま存在し続けてるのかはわからないが、くれぐれも怒りを買うことのないようにしていきたいものだな。首塚壊そうとかもってのほかです。5. 学問の神様は実は恐ろしい怨霊だった。菅原道真。お次は菅原道真を紹介するぜ。菅原道真は中流貴族ながら学問の家系と言われる菅原家に生まれ、5歳で和歌を読み神童と呼ばれた人物なんだ。その後33歳で文章博士、今でいう大学教授のような立場になり、学者としての類稀なる才能を買われ政治家としても活躍したんだ。さすが学問の神様、生前も優秀すぎる。彼は宇田天皇の指示を受けつつ政界でも大出世を続け、上から3番目のポジションである宇大臣にその身を置き皇太子だった醍醐天皇の教育係も務めたんだ。価格至上主義だった当時、実力だけでここまで上り詰めたのは相当すごいことだぜ。ただいつの世も優秀な人間は妬まれてしまうんだよな。うわぁ、嫌な予感が。宇田天皇が醍醐天皇に上位した後、菅原道真に対する嫉妬や政治の実権を独占したい藤原氏などの有力貴族の反発がどんどん表面化していってな。これをチャンスと捉えた左大臣の藤原の時平は、醍醐天皇に、道真があなたの位を落とし、自分の娘婿であるあなたの弟を即位させようと企んでいる、とデマを吹き込んだんだ。藤原こらー。しかも醍醐天皇はこのデマを信じ、菅原道真を太宰府へ左遷してしまったんだ。これを聞いた宇田天皇は醍醐天皇を取りなそうとしたが、面会が叶うことはなく菅原道真は左遷を受け入れるしかなかったぜ。教育係として共に過ごした時間もあったろうに。なんとも悲しい話だぜ。こんなひどい話ってないよ。こうして菅原道真は九州筑前国の太宰府で、衣食もままならぬ厳しい生活を強いられることとなったぜ。それでも彼は希望を絶やさず自身の潔白をひたすら天に祈っていたんだが、その祈りが届くことはなく903年に病気で亡くなったんだ。冤罪で不遇の死なんて恨みなくいけるわけないでしょ。その通り、彼は死後怨霊となってこの世に留まり続けたぜ。まず彼の死から5年後、藤原の菅根が雷に当たって死亡したんだ。菅根はもともと道真の弟子だったにもかかわらず、あの冤罪事件に加担した人物だったぜ。ひぃー、死のたたりダイレクトヒット。さらに翌年首謀者たる藤原の時平が39歳の若さで急死、913年には冤罪事件に加担し道真の後釜に座った源の光が泥沼で溺死したが遺体は上がらなかったぜ。加えてこの頃から洪水や豪雨、干ばつや疫病の流行が毎年起こるようになり、人々の間で道真の怨霊がたたりをなしてるのではないかと噂されるようになったんだ。きっちり根絶やしになってるあたり優秀さが出てる。また923年には、醍醐天皇と時平の妹の愛の子である皇太子が21歳で亡くなったぜ。これには醍醐天皇も道真のたたりではないかと考えるようになり、慌てて道真の移動命令文を燃やして右大臣に戻し正任を追贈したそうだ。今更そんなことしたって遅いのよ。その通り、そんな付け焼き場の対応で道真の怨霊が沈まるわけもなく、新たに皇太子となった幼い息子もまた5歳で命を落としたぜ。さらに930年には御所の西洋殿に雷が落ち出火、大納言、宇宙弁含む、多くの貴族や武士が体を焼かれ苦しみ死亡を受け我をする事件が起きたんだ。へぇー、たたり神のレベルだよ。しかもこれに衝撃を受けた醍醐天皇は体調を崩し皇太子に上位、その年のうちに崩御したしな。相次ぐ開始事件と落雷騒動で朝廷もとうとう恐れをなし、怨霊となった菅原の道真の怒りを鎮めるべく京都に北の天満宮を、道真が没した地に太宰府天満宮を建てたたりを起こす雷神として祀ったぜ。最初はたたり神ポジだったんだ。ああ、ちなみに日本にある天神雷神信仰はこの菅原の道真の怨霊から始まっているんだぜ。だが後年になるにつれて彼の学者としての優秀さに着目されることが増え、現代では学問の神様として知られるようになったんだ。優秀な人だもん、怨霊より神様ってイメージのが似合うよ。ああ、怨霊化し凄まじい力を見せてはいたが、生前の彼は左遷後も希望を絶やさない非常に優秀で前向きな人物だったんだ。現代ではその才能が高く評価され多くの信仰を集めているし、今は恨みに飲まれず穏やかに神として存在できているといいな。6. 生前から怨霊化を誓った悲劇の天皇？崇徳天皇。
最後は崇徳天皇を紹介するぜ。崇徳天皇は鳥羽天皇の第一子で高貴な身分だったんだが、その人生は非常に不遇なものだったぜ。実は彼には鳥羽天皇ではなく祖父白川法皇の子ではないかという疑いがあったんだ。そのため父親からはおじ子と呼ばれ、距離を置かれていたぜ。崇徳天皇のせいじゃないのに。しかも白川法皇は鳥羽天皇に攘夷を迫り、崇徳天皇をわずか3歳で即位させたんだよ。これがさらに親子に圧力をさらに生んだ上、彼は一切の実権を握ることなく幼いながらに傀儡天皇となったんだ。そして白川法皇の崩御後、鳥羽天皇は崇徳天皇に攘夷を迫り自身の2歳の息子を無理やり即位させたぜ。最悪の所要を繰り返してる。この時崇徳天皇は22歳で息子がいたために本来はその子が帝位を継ぐべきだったが、鳥羽天皇はそれを無視したんだ。加えて自身も出家し鳥羽法皇となり上皇となるはずの崇徳天皇を無視して実権を取り続けたぜ。崇徳天皇一生被害者なんだよな。ただここで即位した鳥羽法皇の息子は17歳で崩御してしまうんだ。これで崇徳天皇の息子が天皇になれる。かと思いきや、なんと鳥羽法皇は崇徳天皇の弟である後白河天皇を即位させたんだ。ここから朝廷が後白河派と崇徳派で分裂し、保元の乱という朝廷全体を巻き込んだ内乱へと進んでいくぜ。親子兄弟喧嘩が大事になっちゃったよ。この乱の最中で鳥羽法皇は病に倒れ崩御しているんだが、直前にお見舞いに行った崇徳天皇は、自分の遺体を崇徳天皇に見せないでほしい、という法皇の言いつけにより対面を許されなかったんだよ。何も悪くないのに生まれから最後まで父親に一方的に嫌われひどい扱いを受けるなんて、考えるだけで辛いよな。何か一つでも幸あってよ。唯一妻との関係が良好だったことは幸せだと言えるだろう。だが彼は保元の乱で敗北し、讃岐への流刑に処されたんだ。立場の問題で円満だった妻とも離れ、讃岐で軟禁生活を送った彼は仏教に傾倒したぜ。彼は抱えた様々な悲しみや合戦で亡くなった者への供養、そして謝罪の気持ちを五分大状況にしたため今日の寺に収めてほしいと朝廷に送ったんだ。切なすぎる。だが後白河天皇はその写経を呪詛が込められてるかもしれないとして突き返したぜ。これにより我慢の限界を超えた崇徳天皇は、日本国の大魔炎となり、すべらぎを取って民となし、民をすべらぎとなさん、と宣言し、後髪も爪も切らず夜叉のような姿になっていったんだ。生前から怨霊化するって決意したの？ああ、彼のように生前から確固たる意志を持って怨霊化した人物は他におらず、これが彼を最強の怨霊たらしめたのだと言われているぜ。崩御すらも朝廷に無視された崇徳天皇は、40年ほど経った頃から次々と厄災をもたらしたぜ。復讐タイム来ちゃったよ。なんと1117年から安元の大火で京の3分の1が焼け、延暦寺の豪祖や平家打倒のクーデターである鹿が谷の陰謀など、日本情勢を不安定にさせるような動乱が次々と起きたんだ。さらに崇徳天皇に対立した後白河派の関係者が次々と命を落とし、後白河帝も恐れをなしたぜ。歴史の教科書の数ページをたたりで作ってる。その後後白河帝は崇徳天皇に初めて崇徳の号を追贈し、讃岐にある御称三領と称して天皇領として扱うようにしたんだ。だが彼の怨霊は静まることなく後白河帝は病に倒れ、亡くなるまでたたりと思われる厄災も収まらなかったがな。それっぽっちで静まる怒りではないのよ。その後寺の建設や鎮魂儀式が何度も行われたたりは徐々に静まったが、崇徳天皇の怨霊は日本史上最も恐ろしい存在とされ様々な物語のテーマにされたぜ。近代でも怨霊伝説は名残を残し、明治天皇が崇徳天皇の御霊を京都に帰還させ白峰神宮を創建したり、昭和天皇が崇徳天皇陵で式年祭を行ったりしているんだ。天皇家としては無視できない存在よね。ああ、なんせこれ以降天皇が政治に関われなくなり実権を取り戻そうとしても失敗に終わったのは、すべて崇徳天皇のたたりのせいだとすら言われているからな。どこまで行っても他者に無下に扱われたせいで怨霊となってしまった悲しき天皇。二度とそんな扱いを受けることなく穏やかに眠ってほしいものだぜ。というわけで今回は日本史上最強の怨霊を6選紹介したぜ。うん、余裕で今日寝不足になりそうだわ。熱を入れて紹介しすぎたか。まあ彼らは恨みの対象に恐ろしいたたりをもたらすだけで、我々に悪影響は及ぼさないだろうから大丈夫だぜ。多分が恐怖を倍増させてるんだよな。というところで今回の動画はここまでにしよう。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくねー。